はい今回は能との揺れにおいて鹿原発の不都合な真実を隠している可能性こちらについて考えてお伝えしていきます今回もよろしくお願いいたしますちょっとですね最初にお断りいたしますが僕はあの原発の専門家でもないないですしどちらかといえば別に原発に関して詳しくないんですねだからあの正直すべてがわかるとかそんなね失礼なことは言いませんただ 何かを隠してるんじゃないかなとまあ思ったんでそのことを調べてみたんですよ。でまあ僕はまあ理解できるお伝えできるまあ精あっ一いということで今回こちらの話をですねしてみようと思います。もしもしこの話に興味を持たれたれらですね まあのまあ、何かで調べていただくと、まあ、あより理解が深くなるんじゃないかと思います。でななんでこういうことを言ってるのかっていうと僕にはちょっとわ分かれないからですその全部なんていうのも分かれないし別にでたらめを言うとかね,ねこれはこうだと断定するとかそんなことではないんですよ。こういったことなんじゃないかなっていうことを、まあ、調べて、えーまあ、分かるわかる範囲の中でですねお話ししていこうと思います。 まあそのことを理解した上でね、聞いていただけると、まあ、何よりですということで、今回もよろしくお願いいたします。まあ、いくつかのニュースにはなってるんですが、まあ、このことが取り上げられることが非常に少ないんですね。おそらく、原子力利権とか、マスコミとか、自民党とか、大企業とか、そういったものがグルになっており、 こういったことがですね出てこないようにしている、まあ、そういった可能性があるんですねその中で分かる限りの情報を手探りで考えていくと多分こういうことになるんじゃないかと僕は思いますニュースもあるんですがまあ、かなり長いニュースがあってちょ,ちょっと途中理解できないところもあるんで理解できる部分だけを考えていきます そして、ですねそういったニュース、あるいは一般人の方がですね分かりやすく SNS に投稿されている文章がありましたので、その手がかり、関連をまず考えていきます。非常に有益であるものがいくつかあるので、そちらの話はね僕もリスナー様も役に立つ役に立てると思うんで、そこからまず考えていこうと思います。まず1つ目ですね、どういうことかというと、こういったことです。シカ原発はですね 揺れの直後に異常なしと、まあ、報道していたんですがその後、ですねどんどん,どんどん状況が変わるわけですね。えー、変圧器が損傷して電源が喪失したりとか油が漏れていたりとかね。 で当初、まあ、言っていたものの5倍を超えていたりとか、えー、まあ、地盤沈下をして、えー、コンクリートがひび割れしてるとかそういったことがあるんでこれだから志賀原発について何かを隠してるんですよ。僕たち国民はねその現地に行ってるわけでもないしいろんな情報があるからあねその専門的な難しいことなんてわからないんですが、まあ、何かを隠してると思うんですね。でこの 何て言うんだろうな、これ文系的な考え方なんですけど、多分こういった理解がね、いいんじゃないかと思うまあ投稿を見つけたんで、これをまあ僕もまあ皆さんも考えていければと思います。何かっていうと、よくその原発のことについて安全だとかっていうんですが、まずそこについての,この定義っていうか、そこについての解釈なんですね。安全というが、何も起きていない安全と、 放射能が漏れていないな安全の2つの可能性が考えられるとつまり何を言ってるのかっていうと放射能は漏れておおいないしかし敷地内の中では何か大変なことになってる可能性があるつまりもう原発再稼働なんてできない、えー、そういった状況にあると取れるんですねで本来であれば原発なんて即停止するべきなんですがこの原発には巨大な利権があるのでそれを隠してるわけですよだから 能登の人が困っていてもそのことよりもこの利,権を利権がこう見え隠れするということでそういったところがおかしいんですよ自民党とかねこの状況下において当たり前ですが能登の方の、ね、生命あるいはです、ね、生活最優先なわけですよそうしない理由はこのように考えられるということですでこの何も起きていない安全とですね えー、この放射能が漏れていない安全というこの説に関してはこちらは結構いろいろな方がおっしゃっておりあまあそうなのかなとかっていうことをちょっと思ったんですよ。で何も起きていない、えー、安全なのか何か起きたがあ放射能の量がね、えーまあ、そのあの近隣の方に、えー、何かしらの健康被害を及ぼす可能性があるということなんですが。 一言で安全って,言って意味が全然違うんですよ。でどっちだかわからないんですよ。おそらく地下原発っていうのは、放射能がもしかしたら近隣の方に健康被害を及ぼすその可能性があるんですよ。そんなことはわからないじゃないかって。わからないですよ。だって隠してるんだから。それをずっと隠してるんですよ。ドローンを入れないとかね。そういったもの、もう多分そのことだであると、僕は憶測してます。だからそれ以上わからないんですよ。で もしもっとひどくなってた場合福島311と同じになってた可能性がある、まあ、そういったことを言ってる人もかなりいるんですねで僕もそう思いますで例えばですねなんでこういうことを言ってるのかっていうと皆さんも思っていただければと思うし僕もそう思うんですがまずこの原発っていうのはいろんなことを隠すんですよで例えば放射能のことが原因であったりしても 僕もそうですし、まあ、リ,リスナーさんもこういった話に不得意な方は、えー、ちょっと理解できない、えー、と思うんですよ。で、一般人があんまり分かるような話ではないんですよね。で、例えばあのよく福島の原発を潜水を海に流した IAEA とかっていうそういう機関もありますが、原発推進側ですので、えー、利権に関与したことしか言わないんで、本当のことなんて言ってない可能性が極めて高いんですよ。全く信用でできないんですよね。うん で、えー、現地の人ってでっても、一般人はやっぱなかなか理解できない、だからこれ、何を言ってるのかっていうと、巨大利権とその IAEA というのは自分たちの方針ばかり、それを考えていると、だから今回の能登の,の大きな揺れの背後には自民党、あるいは背後のまあそのこの原発利権ですね、巨大企業、そういった電力会社、そういったものが何らか,かのものを隠している可能性があるんですよ。で それ以上っていうのは正直わからないんですよ。難しくて。で、えー、ここからその難しいニュースを考えていくんですが、まあかる方が、まあ、い,いらっしゃったらですね、コメント欄で教えていただきたいと思うんですが、ちょっと僕はあのね、えー、こう理,理科とかあこう物理とか科学なのかわからないですけど、こういったものは全くちょっとわからないんです、えー。すみません。だから別にそのわからないところのね、いきなり話に入っていって、どうのこうの、そんなことを言うつもりは全くないです。ということで、えー、ニュースを考えていこうと思います。 の,との揺れでですね多くの方が亡くなっているわけでですよで瓦礫の下に入って今動けない方とかっていうのもいるわけじゃないですかまずその方たちをた助けるのが最優先なんですよ。日本国民がね大変な思いをしてるわけじゃないですか。にもかかわる政府ってもた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 してるわけですよ。何やってんだよってって思うんですよ。これは別に原発の話ではなくね。でこの政府の対応が遅いっていうのがですね おそらくこの原発のことを隠そうとしているあの小さく物事を収めようとしているだから対応が遅いんじゃないかと僕は思ってますで政府の対応が遅く救出活動がなかなかうまくいかず人々が亡くなっているわけですよ全くおかしいじゃないですかだからこれ言われてるんですけど人災なんですよもともと揺れたねそういったものはいろいろ変なのがありますけどプラスその政府の対応が悪い 人災なんですよだからまず何が必要なのかって言ったらこのットの,の、えー、国民をすぐ助けに行くこと物資支援を入れることがそうですし何より原発をやめるべきなんですよ。それだけなんですよ。よく原発がなくなったらどうのこうの全く電力困りませんからね。単純に利権ですよ。僕たち国民には関係がないから。うん、こういう危ないことをして、えーまあ、このことがニュースに出てるんですけどっていうことなんですよ。でこっから難しくなっていくんですが。 原発の耐震性っていうものが言われているんですが、日本っていうのは世界の中でさほど大きくないっていうことなんですが、大きな、あ,、まあ、あるいは小さな揺れがですね、頻繁に、えーまあ、起こる国なんですよ。そんなところに原発があること自体が非常に危ないんですね、まず、当たり前じゃないですか。で、えー、この耐震性の話っていうことで、えー、ちょっと難しいんですが、えー、民間ハウスメーカーの耐震性についてってことで、 三井ホーム住友林業の耐震性は最大5100ガルっていうことなんですね。ガルっていうのは加速度の単位大きいほど強い揺れを示すということで三井ホーム住友林業は5100ガルで3400ガルに耐えられる設計になっているっていうんですがこれもわからないですね。うん、こういったことが一般人にはわからないんですよ。で例えば、えー 四国電力の耐震基準が650ガル、高浜原発は700ガルとかって言われてるんですが、ちょっとなんか難しくてわからないじゃないですか。で、志賀原発も最初は490ガル、そこからですね、600ガルに引き上げられて、現在は1000ガルということで、安全審査を、えーまあ、申請しているということなんですけど、まあ、ここら辺ね、何が本当なのかっていうのもわからないし、何がどうなっているのかっていうのもわからないんですよ。 でえー、日本の状況ということで2000年から2020年までに1000ガル以上の揺れが17回700ガル以上が30回起きていたということなんですよ。だつまりここなんですよね、えーこのこ、ここがちょっとポイントなんですよ。原発の耐震基準を超える揺れっていうのは普通に起きるわけですよ。だから原発をやめなければいけないんですよ。これが答えです。 原発のの耐震基準を超えるる揺れっていうのは普通に起きるつまり原発をやめないといけない。で別に原発をやめたって困らないんですよ。何にも困らないですよ。2023年の確か夏でしたかね。えー、と原子力発電所を全く止めてたんですけど電力が不足しなかったんでだからあ何だか分かりませんけど別の例えばその利権利益そういったためにやってるんじゃないかとそういうふうに思うんですね。 でここら辺からちょっとあの難しくなってくるんで、えー、ちょっとわからないんでね、えー、何とも言えませんがあ、まあ、ちょっと考えていこうと思います。今回のですね、えーまあ、北,陸北陸電力の発表したことによると志賀原発、まあ、1号機かなあそれの、まあ、地下2階で393点があるっていうことなんですがうんそんな小さい揺れだったはずじゃないと思うんですけどね。でえー、その割には、 燃料のプールの水が漏れたりとか冷却ポンプが停止したりとか変圧器付近の、まあ、配管が壊れたりとか油が漏れたりっていうことなんですよ。だからもうどうなってるかわからないんですよね。うん でえー、報道もおかしくなっていて、えー、そのモニタリングポストでは放射能漏れは観測されていないと、えー、発表したが、その後、ですね原発の15キロ以上離れたところにモニタリングポスト14箇所でデータが確認できないということなんで、はい、またデタらめを言ってましたね。うん、1999年もこれでたらめを言っていて、また今回もデタらめを言っていましたね。そして情報を小出しにするんですよ、北陸電力も政府も。日本の 原発の耐震基準が1000ガル以下それを無視してるんですね政府も原子力規制委員会も大手電力会社も無視してるんですよ。でこの北陸電力四日原発っていうのはさ先ほどお話したように490ガルその後600ガルに上がって現在は1000ガルっていうことで、まあ、審査をまあしてるみたいなんですが話がまあ矛盾してくるわけですよ。 今回のこの地下原発のまあ地下2階は399.3があるということで、これ信じられないじゃないですか、この大きな揺れからして。だから、多分あの何かを隠してる。何かが例えば漏れているけど隠している。で、そういったことをバレるとですね、例えばその原発再稼働反対とかそういうことになるから隠してるんですよ。だから、政府とかマスコミ言ってる話がデタらめってことです。おかしいことを言ってるわけですよ。で、 これもニュースになってますが、使用済み燃料プールの水が大量に溢れるっていうことも、400ガルの、まあ、揺れにも耐えられない設計だったということは、これ、証明されたことになるんですよね。で、ひたすら現在は1000ガルということで、安全審査を申請してる、意味は分からないことを言ってるんですが、全くもう訳分からないじゃないですか。だから何を言ってるのかっていうと、政府、原子力規制委員会、電力会社っていうものが信用できないということです。はっきり言って。 うん、こういうことなんですよ。もっと難しいことを言えば多分言えるんですけどすいません分からないです僕にはこれ以上はもう分からないからね。で地下原発内っていうのはあこの先ほどお伝えしたように燃料プールの水が大量に、えー、溢れているわけですよ。で、えー、その冷却ポンプが停止したり。 変圧器の付近で配管があの破損したり油が漏れたりね、えー、外部電源が一時止まったりとかその異常が出たんですがそのことを報道しないんですよね多分かなり大変なことになってますこれ別の時にお伝えしようかと思ってたんですけど岸田がですね、えー、この野党に行くっていうのは国民を見に行くわけじゃないと僕は思ってますこの原子力に関して何がどうなってるかっていうのを岸田が多分探りに行くんですね岸田は、えー、別の時にお伝えしましたが、えー、岸田はあ 経団連のトグラかな、トクラにこの原発再稼働のことを言われてるんで、多分そういったものを見に行くんですよ。だから何を言ってるのかっていうと、こういうことです。これが単純なあ、ありえない、許せないことです。国民の安全、ないがしろなんですよ。原子力利権、原子力利権の者たちを優先したっていうことなんですね。これが多分今回の件の本当のことを隠してると思います。そしてこのことについて触れてる人はいるのかもしれませんが、ほとんどいない。 少な,少なかず僕が見る限り、えーね、これに関して分かりやすい話をしている人がほとんどいない。まあ、僕の話も分かりづらいと思うんで、えー、申し訳ないです。難しくちょっと分からないんですけど、ほとんどそういうことを、まあ、あ言わない、うん。政府もマスコミもお、まあ、大企業もすべてグルーそして本当のことを隠している。そして、最も分かりやすいことを投稿して一般人がいるんですよ。多分この一般人の,この答えがあ正しいです。これは別に 僕が投稿したわけではないでろいろ調べてみたらあの難しいことがあったんですけど、うんあのー、その中でも分かりやすく説明してくださった方のそのご意見ということで、えー、ちょっとそちらを最後に、えー、お伝えしていこうと思います、えー、能,登の能登半島の辺りがですね、えー、4m もー、まあ、地盤があ、まあ、隆起しているとで、えー、漁港が信用不可能になっているところがあるっていうことなんですね、うん、だいぶおかしいですね 志賀原発に関してはマスコミは何も言わないと何を忖度してるんだろうか状況がさっぱりわからないと僕もわからないしこういったものを隠してるからわからないんですね志賀原発の敷地内は400ガル未満の揺れしかなかったにもかかわらず変圧器のオイルは大型タンクローリー1社分も、えーまあ、広がっていてオイルもお、まあ、な中にあると言っていたんですがでたらめだった。 さらに敷地内,の、ね、敷地内をとどまることなく、外部への漏れはないと言っていたが、それもまたデタらめだったで。これっていうのはニュースに出ていましたが、四日原発の前の海に油が今、油の膜がです、ね、漂っている状況なんですよ。全然これをマスコミは報道しないんですね。だから原子力村の原子力利権を隠してるんですよ。 そそししてておそらく揺れれたたことによって電源が壊れたんでしょうねだから今っていうのはわからないですけれどもまあ予備の電力でプールをまあ冷ましてるんじゃないかとこの方はおっしゃっております。これ本当にあのー、ここのですねあの志、ー、賀原発が稼働してなくて本当にこれ良かったっていう話ですよ。これ不幸中の幸いですからねこれもし志賀原発が稼働したらもう多分日本終わってますね。でその前に戸倉が経団連の戸倉がそれを要請していたんですよ。本当に今回 能登で大変なことが起きてるっていうことを思うんですがもしもこれ原発の問題があったら311以上になっていたと、まあ、そういった説があるんですよ僕もそう思いますわからないけどね詳しいことはわからないけどそう思いますでなんとかギリギリのところで今回その原子力のことはことなきを得たまあ得てないのかもしれないけど得たことになっているとでプールの水っていうのも400ガル未満の揺れで、まあ、漏れていると。 でこの方はおっしゃっていました。この方は多すごく頭がいいと思うんですが、やっぱりこの頭のいい方もわからないんですよね。うん、あのじ地盤隆起したことで、水が取り出せなくなってるんじゃないかとかね、であるいはそのポンプのところが何かおかしなことになってるんじゃないかとか、でこの方はこういうふうに言っていました。もちろん別に僕の考えでもなく、この一般人の方が考えたことなんで、まあ、どうか本当のことはわからない、隠しているからね。 今、北陸電力と日本政府が冷却システムの回復工事をずっとやろうとしていると、それを国民に隠しているんじゃないかと、だからここあのいろんなものを来させないようにしている、あるいは国会議員の,自粛あの視察も自粛している、ドローンも禁止しているって、そういうことなんじゃないかと、か僕、この方のこの意見が一番的を得ていると思います。来ないでくださいよなぜ実情がバレるから。 いろんな人が出入りすることによって、この今の地下原発の実情がバレるから、その電子力利権にえね、なんていうのかな、おかしいという声が上がることによって、原発再稼働なんて、もうするべきではないし、絶対してはいけないと思うんですが、そういうことで、国会議員がですね、この揺れの後に、6人がですね、6人の党首が話し合って行くのをやめようって言ったじゃないですか、これって多分これですよ、このことですよ、北陸電力と政府が必死になって、こういうことを隠してるから。 でドローンの飛行を禁止したっていうのも国土交通省の指示ですがまあ岸田が言ったのかあるいは創始国米がこれに圧力をかけたのか何だか分かりませんがこういうようなことを言ったとでこの方最後におっしゃってるわけですよ僕もそう思うんですが電力って余ってるんですよね原発って別に必要がないはずなんですよこの観点から原発をきあの廃止にするべきだと思いますだから今僕たち日本国民にとって何が一番必要なのかというと のの人の復興支援これが最優先ですご,くごくごくごくもう当たり前といえば当たり前で、能登の方のこの復興支援が最優先、同時に原発を即停止することが必要、このことについて触れてる人がほとんどいない、まあ、い,いるっていうコメントを頂い,いたんで、僕は知らなかったんで、それは申し訳ないんですが、まあ、ほとんどって言います。あまりいない、こ,この話に触れてる人、つまりな,な,なぜかって言ったら、このことを今回隠したいからです。僕はそう思ってます。 最初にお話ししましたが、この件についてですね、何か疑問だなと思う方は、あの調べてみていただくといいと思います。僕も別に、あのデタラメ言ってるよそんなことはないんですが、えー、すいません、あのこういったものの知識がないもので、えー、分かってお伝えできる、ちょっと限界っていうことがありまして、あまりですね、何かあそれ以上のことを言うとあの、間違えてる今度可能性が出てきますので、一応今回はここまでということで、えー、お話しいたしました。この件ですね、また分かったらお伝えしようと思うので、えー、今回はここで終わります。 最後まで聞いていただきましてありがとうございました。失礼いたします。